これ取り上げるのないから先生やこれ待ってても意味ないな。じゃあもう消せこっち。うん。じゃあ政治の放送を聞いて。ついてすみません。名前捨てた方がいい。オッケーオッケーオッケー。あー、恵美子さんです。どうだって、薬持ったね。また。うん。天然もばん。はい、美子さんです。天然もばん。うん。ポイントを下ろしたらもう一応。髪の毛意味ないな、これ。うん、ナイス剥奪になって。俺損した髪の毛。ああ、ありゃす。髪の毛ずれてる、広告ずれてないでしょ、ずれてる、ちょっと汚れてる、大丈夫、綺麗、ぼやけてる、ぼやけてなくない、全然綺麗じゃない、綺麗だね、え、大丈夫ね、ぼやけてる、それぼやけてねえな、天然バーン多分秒でなりますね、多分時間の問題です。天然バーン大丈夫、ええ、僕もバンなってる、僕ももうバンになります、多分、髪の毛を失いました福岡で、せっかくゴックさんのナイス応援したのに意味がない、ナイス剥奪、多分、あ、意味わからんマジ、なんでそうなる、あ、どうする、ポイント下ろした、下ろした、OK、うん、根拠した、ダメ、うん、ダメダメ、もうええて、もう何これ、ナイス1位取ってね、え、セジよくあったね、すごいね、好感度上がった、意味ないこれ、リラ猫ちゃんざま見てるね、リラ猫ちゃん2位になって、ごく1位になってバン、リナ猫笑ってるね、リナ猫、コックさん何してる、天然開けない、ふわっち開けた、誰が、あ、来たキング来た、え、お待たせ、来た、だー、怖かった、怖かった、大丈夫、うん、バンなってないか、一応大丈夫、多分時間の問題だ、もうバン、俺も時間の問題、うん、終わりか、しかも一番心配してる、ゴックの Wi-Fi 使った、使ってない、使ってない、オッケーオッケーオッケー、スキーの Wi-Fi 使った、スキーの Wi-Fi 使ってる、うん、どうなる、関連バンでどっか、ど定義教えてよ、関連版定義、でも俺履歴はないよ、もともとどうなる、フワッチ開くかやってみる、うん、ってことは01バーンになってるから映せない、えー、
ちょっと裏切り者ちょっと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 おいちょっと音声版音声版音声版大丈夫だよ。なんで俺だけなるんだよ。ダメ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 大丈夫ダメダメダメ大丈夫大丈夫今確認するから巻き添えにしようとしてる。いくよ。うん開けば分かるよ。うん大丈夫ほら開くやまだね。ああまだね大丈夫で、たかしもたかしもたかしも開ける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 ね。大丈夫食っただけじゃん。でも多分福岡たかしもごく Wi-Fi 一緒関連版 Wi-Fi 大丈夫です。 Wi-Fi 大丈夫あの端末借りたりしたら IP アドレスでなっちゃうけど、うんうん、大丈夫、うん、大丈夫、うん、いいよ撮って、うん、いいよちょっと事情説明してちょっとど何がどうなったのほんの意味がわかんない。なんで極バンになるの。俺が言うか。うんちょっと、うん、どゼリー事件に関して どうなってる。そもそも極さんのゼリーっていうのが、うん、違法性があるかどうかです。外際って、うん、元々な、うん、シブトラミンっていう検査あの成分が入ってるか入ってるか外際って、うん、でそれが今保健所でずっと検査されて、うん、入ってるかどうかな、うんでたまたま今日そのシブトラミンが入ってる、うん、ニュースだってな、うん、検査結果が出て、うん、違法性があるやんシブトラミンで出た時点で、うん、聖書がゼロマン食べた時ってまだ分からんかって、うん、そのシブトラミンのあれがな、うんうんうん、まだ分からん状態でそれが今日発覚してん、うん、違法成分が入ってるって、うん、違法成分が入ってるんだったらそれはな、うん、動くやんか、うん、警察も全部、うん、でそれで今もメディアにも全部取り上げられて俺たちは宣伝したゼリーしてない食っただけ俺たちは、うん、あのまあ正直体調おかしくなったからおかしたおかしくなったやめた方がいいっていうこと言ってたよ、うんうん、ぜひ、うん、どうですかみたいなあ言ってないよね言ってないねあれはやばいって言ったね、うん、ちょっと洗脳されてたじゃんそうだねマジで止めてたから、うん、俺たち、うん、あもうちょっと、うん、どうしようどうする効果も取れたかないな。でもこれが半日版だったらまだいける。もう本当もうダメ。え、うん、もうダメ。一日版だったらもうダメ。ちょっと待てば。もうダメ。もう一回もう一回。もうダメ。動く。もうダメ。関わっちゃダメ。ダメ。うん、もう一回行く。うん、もう飛び火飛んでくるから。ダメ。もうそのこと面白がってると思われちゃうから。うん、もうやめよ。ダメ。うん、帰る。うん。うん、ポイント下ろした俺下ろしたゼロワン下ろした俺はまだたんまり残ってる残ってる俺はもう下ろした全部怖いからでもまあ下ろせるだけはもうあれしたけど、うん、で、うん、俺食欲ないんだよ今も俺は治った俺はどうだろう気持ちでも焼肉も全然そんな食わないわでしょ俺全然食えんだよ俺焼肉もご飯一杯しか食ってないよあれうん俺もこもりご飯ちょっと盛り小盛りいっぱいおかわりしてないしてないしてないほらまだ食欲がまだ体調が治ってないうんアホには聞かない聞いてるよだからそんななんか、うん、なんか飯行こうっていうがっつりは食えないねまだうん病院行った方がいい特にやっぱ政治はね、うん、政治も食欲ないあんまりよく本当に何もなくまあ大丈夫かな本当一番心配だよでもあのしきちゃん家から僕の家に行くときすごいだるかったでもイベントだからゼロワンキャンストは任せて昨日もしんどそうだったね、うん、すごいあれほんまにしんどかった、うん、意外いきなり被害者ずらしてすいませんこうなってからすいませんまあ、うん、ちょっと3人でちょっと、うん、最後美味しいもんでもちょこっと食べて、うんうん考える、うん、まあそれで帰ってもいいんだけど俺もうホテル取ってるけど、うん、もういいかもないいの鍵チェックアウトした鍵渡してきたああでもいつでも行ってくださいねと言われたけどああ俺は一応帰る準備してきたああどうするどこ行く、うん、どこあるでそろそろ、うん、あの鍵と車もね、うん、あるからあれ1日1500円だし1500円東京帰ってもいいんじゃないかな帰る、うん、もう福岡取れ高ない取れ高ないだってまだ追加しつけて式の家行こうとしたもんああ、
しきちゃんにインタビューしたい。なんでインタビューなんでふわっちバンになったんですか。今の気持ちどうですか。いやいや多分な、どんな気持ち、おるかどうかも分からへんで。しきちゃんどんな気持ちって、ツイキャスで行こうかなと思って。うん、ダメ、うん、危険だし、うん、ツイキャスももうあれだけ行きまいてたゼリー、あのバンになりました、今の気持ちどうぞ言いたい。ツイキャスでダメ、頭おかしい。もうあんま追い詰めない方がいいかもね、しきちゃんもね。もう多分よっぽど、多分自分でも多分相当あれだと思う。ダメ、情緒不安定になってるもん。ツイッター消そうって言ってるけど、何俺なんかツイッター上げた、おかしいもん。俺ツイッター何、ゼリーは何、ゼリーは悪魔、仲間、あ仲間、ゼリーは仲間、それもう一回った何、悪魔、うん、うん、それ消した方がいいの、うん、なんでなんで、いやこれ、あゼリー仲間ダメだこれ、うん、ダメダメ、消すわ、ちょっと広めちゃってるね、これ危ないね、危ない危ない、ゼリーは仲間、危ない危ない、誰かリツイートしてた、うん、ゼリーは悪魔はいいでしょ、悪魔は、うん、俺はまあ俺洗脳されてたもんだってしょうがなくない、俺ね、まあ完全に洗脳だよ、薬を減らしたいって、健康になって、そうそうそう、薬飲むの治したいって言ってたから、うん、いや俺は捕まらないよね、大丈夫だよな、いや販売に関わってないから、ね、関わってないもんね、うん、一切関わってない、大丈夫だね、うん、そこだと思うよ多分、うん、バンになるかならないか、あゴックさん売ってたもんね、ああだからだだと思うけどね、うん、ポイント下ろせない、バンなってるから、やろうとしたんだっけ、ゴックさんのポイント、ゴックさんが下ろそうってことはもうバンだったもん、めっちゃ早い、うん、めっちゃ早い、うん、せめてポイントだけでも下ろしてあげようと思って、うんうん、無理だったな、間に合わなかったな、間に合わなかった、で A 番じゃなかったら下ろせるでしょ、1ヶ月番とかだったら全然ね、うん、A 番になったら下ろせないんだよ、来る、いつまでバンですかって、まあ1週間後とか、うん、もう遅いと1ヶ月、しかも1ヶ月後、ゴックさんの不発ポイントを今まで稼いだやつ1回も下ろしたことないって言ってる、あでもゴックさんまだ配信浅いから、うん、しかもでも最近今ゴールドになったばっかり、じゃあまあまああるんじゃない、50万ぐらい、50以上ある、ね、うんうん、1回も下ろしてないって、うん、全部パー、 A 番、 A 番か、俺もちょっと自分何していいか分かんないから、うん、俺はまあ飯食って帰るか、もう今から帰るか、うん、はい、たかしはでもそれでいいよ、んそれでいいよ、自分の意見をちゃんと、いや俺も帰る、帰る、もうだ、おっと見ないろ、せいちゃんは、うん、飯食ってマッサージ行って、マッサージ行く、うん、で、夜の街ちょっと遊んで、うん、東京と東京ね、うん、じゃ飯行く、どこ行こうか、なんか食いたいもんある、いや、なんでも、何でも、何がうまい聞いてよ、なんかもつ鍋行くとかハッときたけど、もつ鍋ね、そんな今でもぶっちゃけ正味今お腹あんまり空いてない、いつも今日食べた、あんま食べてない、スイカしか食ってないよね、スイカしか食ってない、スイカしか食べてない今日、うん、これやっぱ俺たちの2本がやっぱよっぽどこれ激薬だ、マジで腹減らないから、でそのゴックさんの仕入れ先の社長電話出なくなった、多分飛ぶかも、いくら電話しても出ない、あそう、飛んだかも、まあってことはしきちゃんも大丈夫大丈夫って騙されてた可能性もね、うんうん、あるんだろうね、まああれは痩せれるだろう、でもね劇的にね、でも2つで600円だから、うん、高いよ、1個3、1日1800円、うん、10日で1万8000円、それゼロお金払っちゃってるから、なんか取られちゃってる、あのお金もらいに行かなきゃダメだね、返金してもらえないと、返金、うん、4本分だからいくら、最近すごい1200円返してもらう、嘘もすごくて、うん、俺に5万円もらってないっていうの、嘘でしょ、あの言ってる人聞きました、すごいハト来て、うん、5万円もらってないって昨日夜中に行ってたらしい、ああまあゼリーのあれじゃない、副作用で記憶障害なんじゃない多分、俺5万払って、うん、負けた分の2万なんか俺払ってあげた気が、うちの方が7万らしいね、キビちゃん7万、うん、うん、俺にも2万入ってる、俺に5万、シキちゃんが立てあの2万円くれなかったから01から2万円もらった、うん、怖いね、ツイキャスでね、返金配信したら1万人いっちゃうよ、これ
行っちゃう？行っちゃうよ。行っちゃうか。まあでもちょっとね、関わらない方がいいと思うけど。福岡しばらく来れないな。ネタないな、もう。なあ、なんで来た？福岡。誰が言い出しっぺ？え？あの、うんこしながら。なんで行った？こうちゃん、しきちゃん来ていいって言うから電話してって。こんなんなるって分かってたら行かないよ。舐めてたね。うん。うん、ちょっとしきちゃん舐めてたね。うん。だってずっとゼリーゼリー騒いでたの大丈夫だった？なんで俺行ったら番になる？なんで？決着つけようと思ったんだよね。俺たちでね。いやいや。ある意味ほんと決着つけちゃって、なんで俺たち行ったらタイミングバーになる、みんなバンバン式バン僕バン、うん、俺の俺たちセクハラ問題火消し消消し火消し俺セクハラしてない、うん、やばいわ、ちょっと落ち着いた方がいいかな、うん、しかも髪の毛出さないこれ、うん、大丈夫こんなになっちゃった俺髪の毛。こっからって空港ってどうなんすかリスナーさん、ね、こっからってどうなの、ここ博多駅だけど、博多駅は遠いの、あんま乗るの近い、地下鉄とか分かんなくて近いんだ、電車なの、タクシーでいくら、タクシーでいくら、タクシー、タクシーいくら、何分、帰ろうか、2000円ぐらい、あタクシー2000円、2駅、帰るかも、めんどくせえなもう、ああ行くかも、腹減ってねえし、ああ食欲ねえんだよねあんまり、帰ろう、今から飛行機取ったなんぼ、今日2万3000円だって、何が飛行機、あ、そんなもんもう元取ったでしょ、時間間に合う、行けるっしょ、行ける、うん、じゃあ行こう、行こう、帰ろう、政治が悪いでいい、政治が、うん、帰ろう、危ない、式番、6番、うん、マスクない、たかしマスクある、マスクある、ちょうだい、マスク警察来た、いっぱい、あ、違う、羽田第二ターミナル、やった後やん、これ髪の毛も、うん、逮捕ある、ある逮捕ある可能性ある、ある可能性ある、ごく地域逮捕されたらフワチ A 番、 A 番っぽいけどな、会社販売員やからどうなるな、どうある、フワチ A 番、じゃあ前がいい、うん、うん、いや俺、あ、たかし前、羽田まで、福岡ですか、はい、福岡終わった、何日滞在、4日ぐらい、羽田じゃない、羽田だよ、成田じゃないよ、羽田だよ、え、成田だったら安い空港便あるとね、安かったね、羽田だって、いや、ち羽田福岡空港って言ってるよ、うん、福岡空港から羽田出てるの、ね、俺が言って、何言ってるの、俺が運転手さんにってことね、運転手さんに羽田空港もうそれでこっから羽田空港タクシーだったらえらいことじゃん、運転手さんも何も言わないから、言ったの羽田空港まで、もう多分言ってるから笑ってんじゃない、いやもうダメだ、あ、終わったよ、ゼリーの副作用だ、あなたは分かる、副作用、うん、そういうことでしょ、うん、もう分かんなかったコメント、やばいわ、ごくナイス返しはクソだ、早く使う、押し返しいいの、早く押してくれるの、当たり前だ、1700円いっちゃった、そう、もったいないよ、
ナイス剥奪なんだから。ボクちゃんリスナー押してくれよ。うん、いけるよ。しゃあないって。本当？うん。ちょっとさっきおっしゃった人、ナイス剥奪になるんで。すごいね、せいちゃんね。こっち枠開ける。流す。ナイス押す。3000ナイスいける。01、1500持ってる。あ、ワンちゃん6000いく。6000いくから。6000ね。うん、そうしよう。ね、もったいない。せっかく押したけど。体張ったけど。あー、俺もホテル行っとけばこんなんなんなかった、俺。なんで俺泊まった、ごっか。俺でも行ったけどね、ホテル泊まろうってみんなにね。なんで一応行ったよ。なんかでも事件ありそうだったから。張り込みしてた。精神取りよ。うん。じゃあ01枠はこれ借りたんで、うん、いいよ。01枠お願いします。01にナイスお願いします。すいません、お願いします。よかったら、うん、ごめんなさい。ありがとう。またね、あのフォローしといてね。初めて来た人フォローと通知お願いします。ありがとうございます。すぐ押してね、今始まってるから。じゃあね。